名神京都方面からの分岐水田ジャンクションは、大阪府水田市と一部茨城市の飛び地にある、名神高速道路と、中国自動車道と近畿自動車道のジャンクションである。ここでは、併設されている水田インターチェンジについてもまとめて記す。交差する高速自動車国道によって、首都圏、名古屋、神戸、和歌山、広島、九州をつなぐ東西の動脈を担う。 スイタ IC は、名神高速道路全線開通時には構想すらなかったが、1970年大阪万博の開催が決定した際に、スイタ IC とともに、万博会場のもう一つの最寄りの IC であった一つ、前の茨城 IC からのアクセスルートのみでは、不十分とされ、その茨城 IC を補充する形で、万博会場への玄関口の役割を果たす。 インターチェンジがもう一つ必要と判断され、急遽解説が決まった。このように後付けの JCTIC であるにもかかわらず、IC 番号に枝番がついていないのは、名神高速道路の開通当初は終点である、西宮 IC から順に、小牧 IC まで IC 番号が振られており、これらの IC 番号が現在の東名高速道路東京 IC からの、 投資に変更される前に東 IC の開設が決定したためである。また、東 IC 開通後もしばらくは、中国自動車道との直結構想はなかったが、水田 IC、不動中央環状線、中国水田 IC を介しての名神高速道路と、中国自動車道との往来はあまりに非効率で、1970年代の急激な交通量の増加とともに、天皇山トンネルから、 スイタ IC 付近まで続く渋滞の深刻化にさらなる拍車をかけていた。この状況下で中国自動車道が全線開通して関門橋、九州自動車道とも接続となるとスイタ IC 付近の渋滞がさらに深刻化するのは確実であったため、早急に名神高速道路と中国自動車道の本線を直結ランプでつなぐ必要性が唱えられるようになった。 これにより当時の中国水田 IC 料金所の中央部分を廃止、解体して東 IC の京都よりの部分から中国自動車道本線まで直結ランプが建設され、中国自動車道の全線開通4年前である1979年5月15日に供用開始された。なお、水田での強制的な不動中央環状線への出場の必要性がなくなったことにより、 東名東京 IC から三吉インターチェンジの終点までの通行料金も9100円から500円、安い8600円で済むようになった。その後、近畿自動車道の渋滞の深刻化と関西国際空港の開港に伴う空港アクセス道路の整備に伴い、1994年には中国道と近畿道の出入り口間に敷かれていた不動、中央環状線を 中国道と近畿道の直結ランプに切り替えた上で料金所を新設し、スイタ JGT の大幅な改築工事を行った。ジャンクションの構造上、現在も名神高速道路西宮方面と中国自動車道はスイタ JGT では接続されていない。この場合はスイタ IC 料金所を通過し、一旦高速道路を降り、少しだけ、 大阪府道2号大阪中央環状線を経由して、中国水田 IC 料金所から入り直す二度手間を踏むことになる。近畿自動車道の通行料金が均一性のため、明神高速道路、中国自動車道と近畿自動車道との相互は、料金所を経由し、水田までの通行料金と近畿自動車道の通行料金を一括生産する。なお、 インターチェンジの料金所の高速道路通行券は、中国水田との誤認を防ぐため、明信、水田と印字されている。近畿道の領収書は、イ田本線料金所である。イ田インターチェンジは、イ田 JCT に併設されているインターチェンジであり、近畿自動車道の起点である。中国水田インターチェンジ特別する、便宜場、ランプウェイの看板上や、通行券には神、名信、 スイタと表記されている。しかしこれはあくまで混乱回避のための便宜上の通称であり、正式名称はスイタのようにが一切つかない、スイタインターチェンジが正式名である。ここから、名神高速は、西宮方面は片側2車線に、名古屋方面は京都南まで片側3車線となる。大阪万博の開催が決まったのは1965年9月14日であり、 名神高速は、この2ヶ月前にすでに全線開通していた。高速道路と自動車1970年1月号、毎日新聞東京版大阪市内、と夜う中、尼崎、西宮地区と兵庫県伊勢との往来は、中国自動車道の中国池田インターチェンジや、宝塚インターチェンジから出入りした方が所要時間、距離ともに短く通行料金も安いため、 通行止めなど非常事態時は、例外としてわざわざ東側のスイタ JCT から、迂回経由して、明信高速道路と往来する、必要性が少ないため、当時の明信、中国道、近畿道は当 JCT ではいずれも、一般道経由でないと往来できなかったため、正確に言うと、ジャンクションではなく、三つの高速道路のインターチェンジの集合体であった。 エキスポランド跡地のエンターテインメントとショッピング機能を兼ね備えた大型複合施設。エキスポランド跡地複合施設開発事業7月17日。着工2015年秋開業予定。三井不動産。2014年7月17日閲覧。水田イ,インターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。